つりです。はいはい、つりです。楽しいです。お手間当たりまして、日本三大遊郭として有名になってまいります。江戸時代、特に末期にもなりますと、明治維新で名を馳せる人々がこの丸山の地で密談をしながら新しい日本の夜明けを語り合っていたかと思うと、ゾクゾクいたします。笠野厚生党に自治会長、大山会長、代表山口博介さんをはじめ、町内の役員の方々のご挨拶でございます。馬かもんがいっぱいあっとばい。まずは満腹のカレーサラうどんやろ。焼き鳥武将門の鶏皮せせりもうまかとばい。そうくん、楽しみ。新しかする家はどうすっと。そうやね、総福寺の伝帝のそばに恵比寿ホームってあっけんが、直行して今日決めようかね。あそこに見える桃太郎のさ、冷凍まんじゅうは豚まんがうまかとばい。ベトナムのお土産に抜群ばい。他にもかまど茶やぬっか、半蔵、そしてやんろん、桜とかいろんなとこに連れてってやっけんね。そんな会話が聞こえそうなくらいに、とってもとっても仲良しな二人です。荒木宗太郎役は松尾玲乃くん、有王さんは熊川朱里ちゃん。
Thank you.
藤監督、池上淳一さんを頭に24名の子供たちの雄大な捕鯨物語が繰り広げられます。そして同時にクジラが日本人の暮らしに深く結びついていたことを伝えられています。10年前、よろずや町の樋口のお父様から、おいはね、クジラと一緒に生きてきたとばいと